の屋でご飯いただきました。すごい美味しかったです。最高ですね、吉野家。第1景品かな、国道1号線ですね。帰ります。寒いっすね、もう9月はもうすぐ終わりですけど、馬込まで五反田10キロ、東京20キロ、五反田と東京がちょうど10キロぐらいなんですね。渡る道っぽいっす。広いな。うわ。めっちゃ広いっすね。すげえ走りやすい。武蔵小杉とかですかね。なんかタワマンがすごくたくさん立っております。
深夜の多摩川綺麗です。に戻りました。ウォーターバーズですね。多分なんか東京駅経由でまた帰る感じかな。ベルロード非常にいいですね。大変乗りやすいです。あと2時間ですけど、下丸子ですね。五反田まで戻りましょう。いいですね。はあ、ちょっと疲れました。帰りはのんびり入ります。
7.7 キロ直進らしいっす。1号線すげえ。雨降ってきましたね。帰宅に間に合えばいいですけど、1時間ぐらいですね。池上線ってなんか東急でしたっけ？ありますよね。Thank you.
西馬方面の駅来ました。浅草線とかの終点ですね。あーきつい。これなんか行きめっちゃ快適だった坂です。あ、のんびり登りましょう。疲れますね。なんとかこうバイクにくくりつけたいなって感じですけど、
で捕まるとついてないな。危ねえな。中野部、
山手通り出ましたね。
パンみたいですね。硬くなっちゃった何目通しですかね。目黒通りって言うんだ。目黒に行く道みたいですね。やや眠くなってきましたやば。
お、ハザブ10番だ。ハザブ10番です。六本木とかどっちになりますか。インターチェンジの近くみたいです。坂道で信号変わるのきつい。
マンドとかある交差点かな、違うかな。あ、マンドありましたね。おお、こんなとこ来た。通るのかな、違うかな。釣れると思う。あ、胸の締める、きちんと締めるのめっちゃ大事っすね。よし、一本木です。タウンとかどうか、もうちょい先かな、違うかな。ちょっと違いますね。あ、ミッドタウン前です。おお、ついたついたついた。富士フイルムとか確かある。あ、あれ富士フイルムっす。おお、なんか風が強いっす。向かい風とか最悪だな。これで江戸川橋とか経由で帰ればそんなに時間かかんないっすね。新美術館とか多分左っすね、これ。そうかな、多分。右がミッドタウンだから多分そうっすね。ちょっと疲れたんでこのまま行きましょう。あ、そうだそうだ、国立新美術館。リュックサックあんまダメっすね。
コンやっぱ何もつけないのが一番いい。ウエストポーチにリュックサックなんで意外と体腰になんかめっちゃきてるな。青山通り出ますね。あ、ちょうどいいや。なんかきついっすね。これ左ですね。もうちょいで青山。東に着きました。青山通りですね。会社この近くなんですけど疲れたな。これが外苑なんだっけ、西通りかな、信濃町行けるんで東通りか。
州です。海の匂いがすげえっすね。あ、そっか。この辺は一応多いからな。あ、信濃町着きました。あれ慶応っすね、慶応病院かな。あ、オリンピック封鎖してましたけども、回復してるみたいです。